客室はすべて2階にある。そして昨晩2階から1階に降りた人間はいなかったはずだ。どうしてそんなことがわかるわけ？まさか一晩中見張ってたってことでもないでしょうに。そのまさかだ。一晩中見張っていたのだよ。抜け駆けするような人間がいないかどうにも気になってしまってね。一階への階段に忍ばせておいた。この使い魔は魔力を探知する。人間が下に降りれば、その中に潜む魔力に反応するだろう。昨晩、この使い魔は反応していない。つまり、今朝そちらの少女が一番に降りるまで、全員が2階にいたのだ。インスピレーションを得るため、星の気配を探そうかな。では、我が輩は部屋にこもらせてもらう。犯人の仮面を準備しなくてはならないからな。私も近い魔を放つ支度をしよう。今日こそは邪魔してくれるなよ。一緒にいた方がいいんじゃ。サーヤの言う通りだ。犯人がまだ館内にいるとして鉢合わせしたら大事だろう。何を言う。他の者に足を引っ張られては推理などできん。バロワさん、心配性っすね。心配しなくても、そんな大事にはならないっすよ。なぜそんなことが言い切れるのだ。事件現場は1階で、昨晩この館にいたはずの客人は全員2階にいた。ということはだ、昨晩この館にいた人間には不可能な犯罪だということではないか。先生、どうですか？何か分かりました？お、すげえ考えてる。なんかひらめきそうなのか？さっぱりわからん。まあ、そうだと思いました。このまま眺めていても埒があかん。ここはきっぱりと諦め、防衛に徹するのが吉だな。諦めるって、そんなことじゃまた探偵さんたちに偽物ってバカにされちゃいますよ。そんなこと言われても、アリバイ崩しやら遺体の捜査やら考えるべきことが多すぎる。考えすぎて周りが見えなくなってしまったら、君たちに危険が及んだ際の対応も遅れてしまうしな。
タクも。それじゃあ協力者を探すのはどうでしょうか。皆さん名探偵のはずですし、力を貸してもらえればもしかしたら先生でも謎が解けるかも。なるほど、サーヤの言う通りだな。積極的な事件解決への姿勢、助手として素晴らしいぞ。ありがとうございます。それに事件もそうですけど、私ちょっと気になることがあるんです。こんな状況でまだ他に気にしてる余裕があんのか。あ、それです。 B さん、犯人と鉢合わせする危険も考慮せずさっさと個人行動に移ってしまったことといい、なんというか探偵の皆さんがこの状況下でちょっと変というか平常心すぎませんか。うん、どういう意味だ。わけもわからず集められて一晩明かしたら次の朝殺人事件が起こった。しかも犯人はまだこの館の中で息を潜めている可能性が高い。そんな状況になったらもう少し動揺したり落ち込んでもおかしくないと思うんです。でもあの人たちは想定通りのことしか起こってないみたいな、そんな態度な気がして。やっぱりそういう現場に慣れちまってるってことなんじゃねえか。小説の題材になるようなすごい事件をいくつもくぐり抜けてきたような奴らなんだろう。そうなんでしょうか。でもだからって。知りたいっすか、俺らが余裕な理由。うわ、ラックさん。理由があるのか。教えてくれるというのならばぜひ知りたいが。いや、種明かしすると大したことじゃないんすけどね。俺らもエドガーさんからの招待を受けてここに来たってことは言いましたよね。バルワさんの招待状はやけに簡単でしたけど、俺らの方にはこう書いてあったんすよ。我が小説に登場する名探偵たちにこの探偵館で発生する事件の謎を解いてほしい。最初に解決した名探偵には望むだけの褒章と全空一の名探偵の名誉が贈られるだろう。名探偵の名を欲しいままにする貴殿ならば勝負から逃げることなく答えてくれると信じているってね。我が小説に登場すると明言されているな。ならば一層エドガー殿が私を呼んだ理由が気になるが、今となっては聞きようもないか。探偵館で起こる事件、じゃあつまりこのことは皆さん大体予想ができていたんですか。まあそうっすね。まさかエドガーさん本人が死ぬとは思いませんでしたけど、自分が事件の被害者役になって推理の目玉になりたいみたいな狂人だったとかなんすかね。そんな人この世にいるんでしょうか。さあ、とにかく
俺たちには事件自体は想定内の出来事だったんで、ビビったりとかしないんすよ。むしろ燃えてきた的な。いやー、誰が最初に謎を解けるのか見ものっすよね。ラック君、本当にこの事件を君が事前に承知していたとしても、その態度はいただけないな。先ほど君も見ただろう。あれは偽の遺体なのではない。実際に人が死んでいるんだぞ。なんかバルアさんって思ってたより繊細なとこはあるんすね。死んじゃったものはもうしょうがないじゃないっすか。あとこっちができるのは真剣に謎解きすることくらいっすよ。そのくらい神経がずぶとくないと探偵なんてできないということなんでしょうか。いやー、それにしたってウイさんが来てくれるとは。姉さん放り出してこっち来るって、バルワさんたち昨日どんだけ好感度稼いだんすか。別に放り出してきたわけじゃありませんよ。意見が分かれたら事件解決のために別行動する、これが私たちのスタイルなんです。今回は姉さんが誰とも協力する気はないって言って、私は絶対協力したいと思ったので、私は姉さんと離れてこちらに来ることにしたんです。ウイ君、任せたまえ。私たちに手を貸したことを決して後悔させはしない。あらあら、ありがとうございます。では今回は衛兵隊長さんの代わりにバルワさんに推理のお手伝いをお願いしてもいいですか。もちろん任されよう。この名探偵バルワが華麗に事件を解決してみせる。さっきまで無理とか言ってたのに安請け合いしていいんですか先生。名探偵ルポでは衛兵隊長さんはノンさんとウイさんの推理をとても丁寧に噛み砕いて、鮮やかに解決へと導く名助手役なんですよ。ウイ君とノン君の推理の真ん中を探し当てればいいのだろう。推理の真ん中にこうズドンと穴を開けるのは得意な気がするぞ。気負わずにいてください。実は衛兵隊長さんは名探偵ルポの上だけにいるフィクションの存在で、実際は
いつも衛兵隊の皆さんと相談し合って地道に事件を解決してるんです。ですからこの島であまり私たちが活躍できるとは思っていませんし、バルワさんもあまり気にせず。何を言う、ウイ君。私を頼ってくれたからには、私は全力でそれに応えるつもりだ。いっそのこと私を名探偵ルポの衛兵隊長だと思って思いっきり頼ってくれて構わんぞ。まあ頼もしいお言葉です。そこまでおっしゃるのなら頼りにしていますね、私の衛兵隊長さん。やっぱ面白い人っすね、バロワさん。あんたがいるとなんだか場の調子が狂っていくっていうか。それは褒めているのか。褒めてますって。さあ早く捜査に向かいましょう。では作り始めますが、そもそも皆さんご飯は食べるんでしょうか。操作に夢中になっている方は後から食べたいということもあるのかも。そんなの気にしなくていいわよ。全員分作っちゃって来ないやつは冷めたご飯を食べさせましょう。そんな、かわいそうですよ。それに、操作しながらなら、サンドイッチなんかの軽食の方がいいでしょうし。ま、作るのはウイなんだから、私はいいんだけどね。それでは、我々がここにいない者たちにリクエストを聞きに行くことにしようか。そうですね。厨房は私とルリアさんでお手伝いします。あら、助かります。ではお願いしてもよろしいですか。承知っす。じゃあ行きましょうか。結構だ。まだ館に放った使い魔たちが帰ってきていないのでね。食事の用意くらい自分でできるので気遣いも不要だよ。わしは遠慮しておこう。実は夕方に小腹が空いて軽食を取ってしまってな。館の捜査も終わっておらぬし、後で何か残り物を食べるとしよう。ああ、夕方、承知した。我が輩も共にいただこう。すぐに行くので先に行ってくれて構わないよ。勝ての時間ね。共に行きましょう。
げ、この紅茶ちょっと甘すぎない？あら、確かに甘くてとっても美味しいですね。これは、ウイさん、ノンさん、この少女、毒物か？サーヤ、すぐに水を持ってこい。何とかして応急処置を。は、はい。いいえ。もう宵闇に導かれてしまった。戻ることはないでしょう。そんな、一体何が起こっている？これは一体何の騒ぎじゃ？スカイマがそこの双子探偵の生命反応消失を告げた。何事だ？そりゃ見ての通り、ウイさんとノンさんが殺されたんですよ。なんだと？なぜ探偵が殺されているのだ？これは余興ではないのか？どうやら茶番は終わりらしい。我々は還元で釣り出され、罠にかかったのかもしれんの。いや、まさかドッキリってことはないっすよね。とにかく私たちは闇の担い手を探さなければ。犯人ということかな？それなら我が輩には心当たりが一つしかない。もう犯人の目星がついているのか？ミラージュ殿、それは一体？この中で一番怪しいもの、それは本日の調理と配膳を担った中の生き残りに他ならない。ルリアと助手の姉ちゃんが、なんであいつら殺さなきゃならないんだよ。そんな主観的な主張、到底信じられるものか。食品に毒が含まれていたことはほぼ間違いない。ならばそのチャンスが一番多いのは誰だ？ゆえに我が輩はこの2名について、嵐が明け船が到着するまでの間拘束するのが妥当だと考える。拘束だと？お前らルリアたちにひどいことしたら許さねえぞ。一理あるな。私も拘束案に賛成しよう。もともと貴様らは私たちと違い招かれざる客だ。なんなら残る奴らも怪しくて仕方がない。しかし、
なるほど、双方の言い分は分かった。わしも拘束には賛成じゃ。ただし、年派も床の少女たちをいたずらに痛めつけるのはいささか心が痛む。そこでじゃ、わしが彼女らの寝室の扉を見張り、その中で過ごしてもらうというのはどうじゃ。え、それは確かに良さそうっすけど、ジョーンズ卿はそれでいいんすか。なあ、この余興がご破産になった今、わしはもう謎にあまり興味がない。森人を数日勤めることぐらい朝飯前じゃ。わかりました、私はその提案を飲みます。その代わり、先生たちには捜査を続けさせてあげてください。そうじゃ。大丈夫、先生が必ず私たちの無実を証明してくれるって、私信じてます。私も信じます。だからサーヤさんと一緒にお部屋にいますね。大丈夫ですから、心配しないでください。今は霧は晴らせない、耐えて。くそ。ごめんなさい、私はこの館に潜む魔物の影を確かめに行きたい。悪いが、貴様らのことは信じていない。一応のアリバイがラックによって保証されているとはいえ、共犯者の可能性も残っている。わしは部屋の前から動く気はない。証拠が欲しければせいぜい頑張るんじゃな。まあ俺が協力しますから、アウギュステ一番の探偵力見せてやりますって。よろしく頼む。疑いの目が向いているにもかかわらず協力を申し出てくれて心強いよ。何としてでも彼女らの無罪を証明してみせるぞ。当たり前だぜ、オイラたちで偉そうなおっさんの鼻を明かしてやるんだ。意気込む気持ちはわかりますけど、あんまり厨房を荒らさんでくださいよ。そんな勢いじゃ証拠までどっか行っちまいますって。すまない。そうだな、せっかくの証拠が失われては元も子もない。
ここは一度落ち着いてそれぞれ範囲を分担して探すことにしよう。茶番なのにフラグの気配がビンビンすると思ったけど、まさか本当に発動するとはね。ん？どういう意味だ？ああ、そっか。サーヤさんは今いないんすもんね。解説役がいないんだ。俺の体質っつうか、探偵としての能力の話なんすけど。菊池さん、フラグってわかります？そういや、アウギュステのゾンビ騒ぎの時に聞いたことがあったような。なんか物語のあるあるというか、言っちまったら最後ろくなことにならないセリフというか。あ、そうっすそうっす、まさにそのアウギュステのゾンビ騒ぎが発端なんすよ。俺その時に別口で殺人事件に巻き込まれちゃいまして、絶体絶命のピンチを迎える中、フラグを立てまくって回避する能力を身につけたんす。フラグを立てまくって回避？一体それが名探偵と何の関係があるんだ？なんていうか、言葉を選ばずに言いますけど、殺人事件が起こったら俺の力で怪しい奴にフラグが立つんです。で、犯人以外はそのフラグの影響を受けてどんどん死んでって、で最後に犯人と俺が直接対決みたいになって、犯人が負けフラグ踏んで俺の勝ち的な。でそういうのを繰り返すうちに、だんだん誰にフラグが立ってるかも分かってきて、名探偵になってました。いやいや、それじゃあ推理ができたところでほとんど全員死んでるじゃねえか。でも世間的には俺は名探偵っすから。フラグを立てまくり、それがわかる。つまり君はウイ君が死の危険にさらされていることを知っていたと、そういうことか。確信はなかったっすけど、主人公っぽい人を序盤で頼る儚げな女性は死亡フラグっすよ。君は。そんな素晴らしい力があるのなら、なぜ俺に言ってくれなかった？そうすれば犠牲が出る前に俺は動けていたはずなのに。バロワさん。いや、すまない。君を責めるんだと筋違いだ。今はこれ以上の惨劇を生まぬよう、そしてサーヤとルリア君を早く解放できるよう捜査を進めなくては。犯人探しには気になって新たな犠牲が出るのを見逃すなど、名探偵バロワの名が許さん。
なあ、バロワさん。あんた、自分の力で事件が起きないようにできるって、本気で思うんすか？もちろんだ。名探偵の力ならば、事件を未然に防ぐこともできるはず。俺は思ったことないっすよ。起こっちまった事件を解決するのが、探偵の仕事なんすから。途中で何人犠牲者が出たって、最後に事件を俺の手で解決できれば大成功。違うんすか？確かに、俺たち探偵の仕事は事件の解決だ。悲劇に向き合い、その真相を解明する。だが、俺は思わずにはいられんのだ。事件の顛末を見て、もっと早く解決できたらと。何かが失われるのは悲しいだろう。そうならないためなら俺は手段を選ばん。他人におんぶに抱っこでもな。そうっすか。なんか探偵業やってるとそういうのって麻痺するんすよね。自分が生きてればいいっていうか、むしろ新たに犠牲者が出た方がヒントが増えて事件が解きやすくなってラッキー的な。でもあんたみたいに純粋な力があれば俺もフラグの力なんかに頼った推理しなくて済むのかな。さて、それはどうかな。この鉄腕をもってしてもこじ開けられない扉はある。だが俺のスタイルを学びたいなら俺は協力を惜しむつもりはないぞ。この島から脱出し、一息ついたら連絡をくれ。軍隊仕込みの筋トレと食生活を徹底的に叩き込んでやろう。あ、パワーってそういうこと？いやいや、そんな教えは別にいらないっすけど。でも、あんたの助手になるのはいいかもしれないっすね。もし、この島から無事に帰れたら、あんたの助手2号にさせてもらおうかな。ラックか、そんな。なぜ君が。まさか次なる死者が発生するとはな。これで本格的に連続殺人ということか。ラック、俺は
事件現場は2階にあるラックの止まっていた客室。部屋の鍵は開いていた。客室はすべて2階、犯行現場も2階。私の使い魔によるアリバイ証明は難しいな。犯行時刻も全員が寝室にこもった夜半過ぎ。これ以上アリバイについて議論しても無駄だろう。ほやほや、エルキュール殿ともあろう者がこのように大きな見逃しをするとは。なんだと？あの夜、確実にラック殿の殺害が不可能だった者が二人だけいるのじゃよ。わしは彼女らの部屋の前でずっと耳を澄ませて警戒していたのだからの。なるほど、サーヤとルリア君だな。さよう。ゆえにこのジョーンズ卿が保証しよう。彼女らに今回の犯行は不可能じゃ。我らの推理が誤っていたのだと、そうおっしゃるのか。二つの殺人が異なる人物によるものである可能性もなくはないが、この閉ざされた空間に殺人鬼が二組以上というのは少々考えにくいの。ではまずは哀れな囚人の枷を解くべき。確かにこれ以上は不当な拘束か。仕方がない、あの二人の監禁は解くこととしよう。ルリア、助手の姉ちゃん、本当によかったぜ。おいらどうなることかと。はい、私たちもハラハラしました。ジョーンズ卿がしっかりと見張ってくださったおかげですね。最大限に謝罪を。暗き檻にあなたたちを閉じ込めてしまった。はい、いいんです。こうして犯人じゃなさそうって分かってもらえたんですから。ありがとうございます、ジョーンズ卿。証言までしてくださって。何、礼には及ばぬよ。ではわしはやることがあるので、これで。怪しいな。え？どうしたんですか？ジョーンズ卿だ。なぜこの状況で雨風の吹く外へ。事件は館の中で起きているというのに。それは外に犯人の拠点がある可能性を考慮しているのでは。俺が見た限り、この島は草原ばかりで身を隠せそうな森や洞窟もない。この嵐ではテントも張れんだろう。そして単独で犯人探しに向かう点も妙でな。雨風にさらされ体力と気力がそがれた状態で殺人鬼と勝ち合えば結果は見えているはずだ。なるほど。つまりどういうことだ。ジョーンズ卿は捜査ではなく
何か別のことをしているという線は、例えば次の殺人の下準備とか。そんな、さすがにそれは短絡的すぎますよ。気にかかるならかの者の声を聞けばいい。彼の心が何にとらわれているか。ああ、確かめてみんことには始まらん。ジョーンズ卿を尾行するぞ。本気ですか、先生？ここにもない。どれだけ巧妙に隠されているのか。我が呼び声に応えたまえ。おい！先生、これじゃあ尾行がバレちゃいますって。悪いが、ここへ来た時からとっくに気づいておったぞ。まったく、ここまで気配を隠しきれない探偵には初めて会ったわい。面目ない。ま、なんでもよいわ。せっかくここまで来たのだから、貴殿らもわしの用を手伝っておくれ。ジョーンズ卿、やっぱり何か捜査をしていたんですよね。外に犯人の隠れ家や痕跡があるんじゃないかって。ん？いや、そんなものは全く探しておらんが、そもそもこの島の全貌は洋館から一望できるし、隠れられそうな場所もないしの。え？じゃあ本当に何探してたんだよ。手伝うから教えてくれって。なんじゃそんなことか。それくらい尾行せずとも教えてやったもの。実はの、わしはこの島に星晶獣のコアを探しに来たんじゃよ。星晶獣のコア？でもルリアは星晶獣はいないって言ってたよな。深い休眠状態なら私がわからないこともあるかもしれませんけど、多分ですけどこの島には誰もいない気が。何？お主も星晶獣の気配に見せられた同士なのか？見せられた同士？いえ、それは。ルリアはその星晶獣のことがちょっとわかる体質持ちなんだよ。なんと。その力こそわしが長年求め続けた力じゃ。羨ましいの。ジョーンズ卿はずっと星晶獣を探し続けてるんですよね。気配はわからないけど。思えばわしの人生は星の獣に囚われていた。わしがまだ青年だった頃、夢の中で星の獣たちが語りかけてきたのだ。我らと共に来いと。それ以来わしは家を放り出し、ただ星の獣に会わんがため各地を放浪した。その道中、いくつかつまらぬ事件を解決していたら、いつの間にか名探偵と呼ばれるほどになっていた。おう、なんかこのじいちゃんすげえ根性だな。この島に招待された際、褒章という言葉を聞いて確信したのだ。これは
青少獣のことに違いないと。この島に星の獣がいるという噂は聞いていないが、嵐に包まれているということは昇竜域に似ているはず。それならば嵐に青少獣の存在が影響を及ぼしていてもおかしくあるまい。ゆえにわしはこの島に眠る青少獣を求めて館の主人が仕掛けた茶番に乗ったのじゃよ。じゃあ今事件に関係なさそうな外を探索している理由は？決まっている。交渉が望めなそうな事態になったゆえ自力でコアを探そうとしていたんじゃ。もしや報奨とやらのためにライバルを蹴落とそうとしていたのではと思っていたが、自力で探すつもりならばわざわざ他の参加者を蹴落とすため殺人を犯すようなことはしないか。エドガーさんが亡くなっていた時点で本当に報奨がもらえるかも怪しいですしね。それにジョーンズさんは昨日の夜ずっと私たちの部屋の扉の前にいたはずですよ。私全然眠れなくて、ジョーンズさんが本当に部屋の前にいるのか何度も確認しましたし。ではやはりジョーンズ卿はただのおかしな人ということになるのか。あのジョーンズさん、ちょっと言いづらいんですけど、この島には本当に青少獣がいないと思うんです。だからお外でいろいろ探してもきっと風邪ひいちゃうだけだと思うので戻りませんか？そうか、星の気配を感じ取るという貴殿が言うのだからそうなのじゃろうな。なんか元気出せよな。まあそうじゃな。いや何、星の声を聞く少女と出会えただけでもわしにとっては良好じゃよ。しかしならばますますこの館で行われている茶番への興味が失せてきてしまったわい。あの双子を殺したトリックも誰にでも可能な陳腐なものであるしの。確かに。ちょっと待ってくれジョーンズ卿。聞き間違いだろうか。今は誰にでも可能と聞こえたような気がしたが。ああそう言ったのじゃ。貴殿の聞き間違いではないぞ。ノーシャール殿。白き悪魔の存在にあなたも気づいていたのね。どういうことですか？毒が料理ではなく紅茶に入っていたとすれば全員にチャンスはある。角砂糖に毒を染み込ませ席を通りざまにカップの中へポチャリと落とすだけじゃ。理論上は全員に可能じゃよ。姉妹と席が近ければ近いほど
成功率も上がるじゃろうがな。そんな、あ、そういえばノンさんがあの時紅茶を飲んで、うげ、この紅茶ちょっと甘すぎない？あら、確かに甘くてとっても美味しいですね。なんだと？それでは君たちはなぜサーヤとルリア君にあのような嫌疑をかけたのだ？簡単なこと。その結論に至ってもなお、お嬢さん方が一番怪しいからじゃ。紅茶に入れたというのはあくまで推測であり、簡易さで言えば料理に入れる方が数段上じゃ。おそらく他の探偵たちもわしと同じ考えで拘束することに同意したのじゃろうよ。申し訳ないけど、そう言われちゃうとしょうがないような気はしますね。ひどい目には遭いましたけど。気を取り直して推理を進めていきましょう、先生。あ、サーヤがそう言うのならそうするか。しかし興味深い推理だ。姉妹の席の近くにいた人間に新たな嫌疑がかかりそうだな。あの時あの姉妹の席の近くには誰がいたんだったか。確かオイラたちで呼びに行った時、偉そうなおっさんと変なじいちゃんは来なかったよな。ああ、そしてシャール君と俺たちが共に階段を降り、ノン君は先にウイ君の元へ。ということは一番怪しいのはミラージュさんではないでしょうか。確かミラージュさんはノンさんの隣に座っていたはずです。彼女らの戒めを提案したのもミラージュ。怪しい怪しいぞ。大体変装が得意な奴にろくな奴はいない。それは探偵のおっちゃんの偏見かもしれねえけど、でも確かにあいつは怪しいぜ。よし、そうと決まればミラージュ殿のところへ突撃だ。いました、ミラージュさんです。廊下の隅っこでなんか考え込んでるみたいだけど、どうしちまったんだ？あ、どうした、サーヤ。変なんです。ミラージュさんはプロファイリングのために毎事件仮面を作るはず。そして事件解決までその仮面をかぶって過ごすはずなんですが、あの仮面ずっと変わってません。なるほど、つまりあいつに事件を真面目に解決するつもりはないということか。怪しいな。落とされた影に耳を澄ませて。あの死は本当にこれが舞台を盛り上げるために必要なのか。先生、なんだかミラージュさんが怪しいことをつぶやいてます。ああ、そうだな。これはもう直接ぶつかるしか方法はあるまい。おい君、今の発言
もう一度私の前で繰り返してみろ。私の名探偵としての勘が聞き逃してはならないとビシバシ警報を発しているぞ。なんだろう、我が輩は今忙しいのだ。用がなければ。用なら今言った。貴様がつぶやいていたセリフをもう一度繰り返せというのだ。あの死がどうとか何かしていることがあるのだろう。もしくはまさか貴様が一連の事件の。俺は知らないぞ。俺は探偵なんか殺してない。探偵なんか殺してない。聞いてもいないことを言い出す。ますます怪しい。それになんだか口調が動揺してるみたいです。先生、うるさい。貴様と話すことなど何もない。逃がすと思ったか。